1の10、2の10、3の10。ニンニク漬けの赤貝、魚肉ソーセージ、鶏皮、マダイイエロー、サーモンハラス、サケルチーズ、金時人参、マシュマロ、キビナゴイエロー、かまぼこのスライス、アサリ。おー、うまそうだな。ニンニク食ってもさないよ、ペコ。これおそるおそる行き過ぎやろ、みんなおそるおそる。すごい、やば。食べれます？すごい。食べるやつもある。お箸ある？あの薄い皮のやつ何？金時人参。魚釣りのやつなくない？あ、人参。これで何狙おうかな。金時人参と。そうだ、おかしいって。やっぱいっぱいつければ釣れると思うんじゃないってよ。頑張ってみて、ちょっと釣ってみます。四平さんのゴールってここじゃない？いや違う、全く違う。色合いとかあんまり関係ないけん、基本的に。嫁さんのゴールかと思うんだよ。いやいやいや、笑いようだけやもん、単なる笑いやもん。こんだけあってエビが一番釣れそうやけど、エビを取らんっていうのがすごいなと。外堤防とかに持ってた方が良くないですか？このサーモンとか一番釣れそうやないですか、普通に。食べてみて。いやいや、これちょっとさすがに怖いっすね。サーモン怖いでしょ、これ。これが絶対いい。あ、マジで？これが絶対いいよ。なんかピーナッツが入っとって。あ、それアサリだ。そうです、アサリをピチッとシートで締めてみました。へえ、締めるところ間違ってるよ。おっちゃん、キャキャ44ヘビ来ました。来た来た。一回切ります。いきなり上がってます。はい、おめでとう。はい、長いので切ります。あ、ほんと？ほら、釣れん時はやっぱ弁当ですよ。重箱弁当。ジグヘッドになんかわけのわからん貝をつけて出したらもう終わりですよ。ドラマ持ち。おーおーおお、なあなあなあ、ドラグ類？いや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 、貝柱？貝？重箱？ドラ箱？おせち料理？おお、おせち料理元気がいいね。おせち料理に来るの。食い上げてました。よかったじゃないですか、嫁さん。これ持って帰っていいサイズですか？まあもういいでしょう。お吸い物とか、お味噌汁とか。飲んでるね。へえ。おせち、おせちさん。いいね。食いっぷりがいいっすな、おせち。飲んだって食べます。アジちゃん、アジちゃん死んでない？アジちゃん死んで。はい、来そうね。まだなんかあるよ、そこら辺に。秘密兵器みたいな。なんかあれ？ホタルイカ？思いました。持ってきました。君だもんね、すぐ取れるんだ。人のおせちに文句までつけようけんね。君がこうすぐ取れると。もうなくなりようやんって、ヨヨヨさん。使いすぎよ。座長怒るよ、多分。もう一段足らんじゃないと、これ。おせち超人気やん。はい。嬉しい。嬉しいですか？で、塩にかけてからさ、夜な夜な作った弁当が魚に喜ばれて、みんなに喜ばれてるみたいな。この貝めっちゃ釣れるんですよ。赤貝、はい、マジですか？ちょっと赤貝つけよう。おお、もう当たりが器用、うん、好き嫌いがないやん、魚の方が人間より。うお、あ、それまた泳がせ用のやつや。よう釣るね、なんかもうその系。これマゴチの大好物じゃなかったですか？そう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 、ネギを大好きらしいよ。まだ釣れたことないけどさ。いいね、その握り方がいいね。このまま。このグローブの部分だけでなんとか握ろうと。そう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 。うわ、来たよ、ほら。うわー、よー、ベラか。もったいないな、これ。芝エビでベラすと思ったな。それエビですか、今度。芝エビ？あれ芝エビなんですか、雑魚の。何ですか、七三？坊ちゃん？そうそう、坊ちゃん。坊ちゃん。つうさ、防波堤にポマードつけてくる？つけてこないですね。香水とね、整髪料はダメよって言うのにさ。近くに行っただけでもですね、うん、うーってなる匂いでした。そうだね、今日左に。お前、ふざけんな。マジで。トイレ覗いただけで話しちゃう。トイレ覗かれたんですか？そうだね、防波堤の時、こう、うんこしながら、バチャって走って、佐々木が、おう。44ペイペイさんが、おお、来てん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 。来た、来た。来ましたよ。アジか。それちょっとください、アジ。そのまま。鼻かけの方がなんかいいよね、あの。量泳ぎますね。泳がせ持ってきちゃった。行きますか。行くよ。怖い。ずるって言ったら死んじゃうからね。この中？この中？そう。穴の泳がせですか。絶対食ってこんじゃないです。ちょっとやってみましょうか。皿を洗う。コンとは思うんですけどね。ちょっとやってみましょうか。穴の泳がせ、はい、お、ほら、もうめっちゃ来てますよ。来る。おお。合わせ、合わせの練習してるやつ。やっぱ来んよね。諦めたら来ない。まあそうですけどね。紛れ込んだかもしれない。
ほら、ベラばっかやろ。ベラばっかやろ。本当にベラばっかりです。餌を変えた方がいいよ。やっぱしょ、これ時間の無駄のような気がするんですけど、やり始めたね。狂わせる。それ簡単釣りというね。よし、本当は針1本がいっちゃうけどね。1本です。重りなしで。よし、重りなし。もう竿の先だけでダイレクトに。はあ、重り抜いてみて、重り、はい、でエビの重みだけで落としていくみたいなね。落ちていこう、ちゃんと同調して、なるべく下に落とす。あ、ダメ、早いよ。早いですね。そうそう、パラッと巻いてそこに入れ、落ちんよね、落ちんよね。もう竿に乗る前に合わせるみたいな。よしよし、そう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 、できました、できました。すげえ。合わせるときは結構ゴンと合わせた方がいいね。ストップが出とう。あー、もうちょっと詳しい。引きようかなと思うときちょっと竿を下げた方がいい。今度竿で送り込まない。そうそう、竿下げていかない。もっと出しているよ。あ、来とう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 、来たろ。おら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 、出てかかろう。また釣れる魚がベラでもでかいみたいな。ほら、すごいすごい。そう、おばあちゃんベラ、おばあちゃんベラ。やったすごい。これを簡単釣りっていう。簡単釣り、すごい。そう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 。ほらラインの渡り分かった。はいはい、分かりました、分かりました。引いてね。スナップを、スナップを開くの、こうやって。針代わりですか。そうそう、はいはい、こうやって。やばー、針やってみて。すげー、なんでもありですね、やっぱ。スナップでする女。おい、来た来た来た、来たよ。合わせないかよ。あー、来た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 。あー、ずつだった。スナップですよ。そんなハマること、これ。そこまでなんか燃える。燃えます、燃えます。諦めずにやれば何でも来るぞ。釣ってみせますね。もうちょっと立てようか、針だって。ちょっといい、すげえ。向こうから針持ってきた方が早いような気がするけどね。いやいやいや、これ完璧、ハケ針みたいになって。抜けました。わー、なんでやろ。楽しんどうね。今度スポーンって、スポーン、さっ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 さ。佐々木さんは降りれるかな。それが一番怖いっちゃけど、その降り方が。ずるっと来たらどうすると。針が切れたんですよ、ほら。でっけどさ、合わせ練習は完璧。うん、お、来た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 。目に入った。入った入った。こんなの好きなわけ。こういうの好きです。なんだ、おっきい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 。あれ、炙ってかまやろ。持ってくのはベラガン持ってきましたね。おー、下までね。で、ほら、引っ掛かるまで、引っ掛けない。あ、そう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 。合わせんと、合わせんと。石を向こうにって持ってきた方が早くない。合わせて、合わせて、合わせて、合わせて。今、合わせました。あった、あった。しれっと、しれっと。お、釣れてよ、釣れてよ、ほら。ほら、来たやん。ほら、すげえ。おぉ、すげえ、これ、皮一枚に刺さっとうもん。これ、なんこれ。ほら、ほら、ほら、ほら。やばい、やばい、で、来るやろ。微妙な賭けよね、これね。すごい、しかも、大きいし。いやいやいや、よう我慢した。よう頑張った。ね、言ったろ、スナップで釣れるって。今日から、あなたはスナッパーよ、スナッパー。スナッパー、やった。もう、スナップで釣りなさい、今度から。でかいし。やるね、ミニマにも。釣ったらとっとと買えるっちゃけ。どうするというこの荒株は。座長の弁当が生きてますね。話巻き絵になってます。巻き絵、これどんでもこうして。お、やった。うまいね、昼食中で。僕座長の弁当を食べてました。座長の弁当食いやったの。おいしいでしょ。それもあればい、座長も喜ぶよ。動画の視聴者さんがおって、うん、栃木から1200キロ飛ばしてきたらしいです。1200キロの旅。すごいね。第一村人が四平子みたいな。そうそうそう。いや、昨日から泊まりでここ堤防います。さっき俺も話したよね。実は今日朝から雨、朝中が昨日の
夜から雨が降ったと、土砂降りやったって栃木から来てあの土砂降りの雨、ね、大変だったろうね。一番天気悪い時に来てますからですね、うん、今日帰りにしたとかな、うん、いたいたいた来ましたよね。おお、元気だけいい、元気だけいいですね。相変わらずですね。これなんかガバッて食いついてくれればいいもんね。そうですね、一番釣れん時に栃木の人来てますね、多分ですね僕たち年始やけん来とうのいいですね。そうね。お、座長また変わったの釣りよ。ゴジラや。これは魚肉ソーセージさんです。おお、やっぱ魚肉ソーセージって釣れるじゃね。釣れるんですね、本当。ねえ、ほんと魚肉ソーセージ丸飲みしとうやん。なんかもう内臓が出とるみたい。こっち見てる。光っとうね。アラカブ持つ手も光っとうね。僕も光っとうもん。宇宙みたいや今日。そうでしょ、うん、なんでそんな笑っちゃう。すっごいなんかロケットみたいなやつで、今日いろんな釣りがまたいっぱい。なんですかこれ。ちょっと見せてください。あ、これあのカラフルなキビナゴ。僕も弁当もらっていいですか。一番こう豪華なやつどれ行こうか。マシュマロちょっと自信ないですね僕。いくらなんでもカニボーこれかな。やってみよう。面白そう。鳥の皮とか安牌じゃないですか。鳥の皮絶対食いそうよ。これとか絶対釣れるけん。発生が悪いのかちょっとこう。鳥の皮ダメね。うん、ニンジンの皮